さあ無課金も指導だ。どうもプロスピオンリア芸人の大野孝之です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。無課金やかも指導です。今日からありがとうございます。クイズの方も変わらないね。ジムセブライズ愛してるね。無課金やかでございます。さあさあさあ、昨日の動画見ていただけたでしょうか。まあね、もう結果から言うともう爆死ですよ。大の爆死ですよこれ。超爆死。もうびっくりした俺も。狙える選手一人も引けなかったからね。なのでもう多分ね、でもそういう時って大野ちゃんあれ無課金やかの引き良くなるよねっていう、さみんな知ってるよね視聴者はね。なので今日はね、ちょっとまずファーストセンターのまあ選手紹介サクッとして、その後契約書を引いていきたいと思います。あで九州トライスカウトやって契約書でいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまずオスナ選手ですね。オスナ選手は高難度か、まあミパも BBR と、まあヤクルト純正の方はやっぱゲットしていきたいかなっていう感じがしますね。でマルテ、まあミパどっちもいけると、まあ難しいけどね。でラインドライブ、ライドラで C とファースト C でチャンスも20丸、まあまあなかなかいいですね。中地が高難度のミート B か、まあまあ、あ特殊で C の方が、まあでもまあちょっときちい、あでも広角とチャンス20丸はいいよ。能力爆上がり。で坂倉選手ライドラできたね。まあミパーそう BBB と、まあまあ能力の高いし、まあ、補給 F1 なんでね。タンケはこれもミパー A いけるじゃん。高級筆だで、いいじゃん。で高弾道から多分パワーヒーでしょ。あ裏スもまあまあまあ問題ないか。で超高角パワーヒーチャンス、いいねいいね。ビシもいいですね。出た外アーチ広角でしょ多分。あミート C か、ちょっとね65はちょっと下がりすぎてるな。まあでもしゃあないか。ファーストも特殊で C 乗るけど、まあ守備は守らせるのきちいな。やっぱり打撃専門性 DH ですね。 T 岡さんはね、僕タイムスリップで取ってめちゃめちゃ打ちやすかった記憶あるんだけど、まあ能力的にちょっといやきちいかな。まあでもファーストの守備いいね。まあ能力的にはちょっときついかな。レアード来ましたね、パワーヒー。まあ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 能力も結構高いけど、まあこれも DH 戦かな。レアードもはい出ました。メインでめちゃめちゃ出た鈴木大地。鈴木大地さんはまあちょっとね器用なんだけど突出してるとこはないかなっていうのが僕のイメージかな。でもねロッテ時代の鈴木大地さんってめっちゃ打ってたからね、めちゃめちゃいい選手だからね。まあちょっとプロスピでもそういうの反映されてほしいなっていう感じですよね。中村明さん、まあ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 ライドラでファーストの守備いいね。広角もついて、まあソフトバンク純正ではめちゃめちゃ超ですね。で日山高間さん来ましたか。まあオール C か。まあこれからな、これからの選手っていう感じがします。はい頑張れ。で穂高さんはもうアーチだよね。たださミート C でさ61ってさもうちょっと鬼畜ない、リアタイで。山川さんの時代もしかしたら終わったかなっていう感じもしちゃいますね。で次センターですね、塩見さん。まあ塩見さんはね広角がついてるはず。そうまあセンターも特殊で B に乗る。まあ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 ヤクルト純正では欲しいですね。で近本さんミート A めちゃめちゃいいよね。能力めっちゃ高いんだよね。そう阿部ひもついてるしね。はい出ました、無課金やかの一番の狙い丸義弘アザス。まあね能力がちょっと下がってるんですけど、でミパ同値もね A はいけないですけど、まあでもねこの丸さんはねやっぱ打ちやすさのレベチだし、超広角パワーヒーついてるんで僕はリアタイでめちゃめちゃ欲しい選手ですね。でノマノマイエネ、ノマノマノマイエネ、ノマノマイエイはもう肩 S ってどういうこと。でも大島さんもミソ同値、あミソとじゃないか、まあまあまあでもミート型には持っていけるということですね。でまあセンターの守備も OK よと思いますね。小原さんめちゃめちゃいいよね。能力高いよね。で特殊で縁伸びしね、めちゃめちゃ強いじゃないですか。福田さんまあまあ低弾道ってやつはリアタイ的にきちいかな。藤原君ミートシーパーシーか、まあまだまあまあこれからの選手ですからね。まあ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 これからどんどん能力も高くなっていくんじゃないでしょうか。で辰巳さんはね、まあミート D はちょっときちい。それはもうきちいっす。で今年ソフトバンクはセンター牧原さんですね。ギータではないと。まあ牧原さんどこでも守れますねほぼ。浅間さんはライドラッカー。まあでもさ日ハム純正もセンターってやっぱ新庄さんとかいるからね、西川さんとかね。OBTS でまた出てくるんじゃないかなっていう感じなんで、まあきちいかな。
岸さんもまあちょっとどこでも守れるけど、きちいかなってな感じでございます。でね、九春到来スカウトを引いて、狙いは丸さん一択、丸さんしか勝たんっていう感じでいきたいと思います。でその後契約書、ピッチャー調子くん、ピッチャー調子くん、さあ昨日はさね、やっちまったよ小野ちゃんという話だったんで、今日はもう髪引きにしたい、髪引き見せたいし、使ってみた動画を出したいんで、なんとか見かけなんか一矢報いてくれないかなっていう感じですね。最後いいよ、ここ A ランクもね回収しておくのが一番いいんですよね。昨日は回収できなかったんだけど、こっちも回収できないということで、10人目この選手でございます。どう？お、中地、ナイス、あざす。さあじゃあね、ゴールド契約書から引いていきましょう。はい、じゃあ10枚引いていきたいと思います。まあ狙いはさっきも言った通り、まあ丸さん、まあ丸義弘しか加担状態なんで、もう今僕使ってみたいんすよ。そう、よくスピー温泉の選手早く使ってみたいからね、頼むよ。バリーン、まあこれもきちいか。ロハジュニ、もうロハジュニの A ランクめっちゃ持ってるから無課金やが。まあナイス、ロハジュニ OK よ。はい、じゃあねもう一回ゴールド契約書10枚引いていきたいと思います。まあここら辺から S を打ち抜くつもり。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さすが大野ちゃんだよね、まあ、打ち抜くつもりって言ったらやっぱやっちゃうんだよね大野ちゃんは。まあ狙いは丸さんよ。お、来た、うぃー、カルカさん、まだあるよ、小野ちゃんまだあるよ。信じろ、自分を信じることでしか道は切り開けないぞ。噛んじゃったから切り開けないです。さあゴールド契約書10枚また引いていきたいと思います。まあね、狙いは丸さんとか、まあでも他にもいるよ、菅野さんとかね、欲しい選手いるよ、ビシエドとかね、外とかね、そういるんだけど、まあ、でもね、まあ、ちょっと待てや。はい、また10枚引いていきたいと思います。オノちゃん何してんねんと、もう見せてよオノちゃん。はい、こっからまた OK ナイス、オノちゃんやるねと、オノちゃん見せ場作るね、そこで誰なんですかと、僕は丸義弘一択だとさっきから言ってます。さあここで丸義、高橋礼2連続、はい、いやー森下くん、まあ森下くんもいいんだけどね、まあでも A ランクいないからな、まあいいでしょう。さあじゃあね、ゴールド契約書ね、3枚、まあ、これもう演出なかったら飛ばす。はい、もう飛ばす、ここで飛ばすっていうのは大野ちゃん。さあじゃあ S ランクの確率、ここを引いていきましょうか。まあ多分ここまあ2枚ぐらい引ければいいかなと思ってます。7枚中まあ2枚引ければいいかなと思ってます大野ちゃんは。はい、はい、行くよ。はい、ピカーン、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ここで丸さんが取れればもう僕はもうほんと最高。丸さん、菅野さん、ビシエド外あたり、うん、山川さんでもいいよ。松葉まだわかんないよ、まだわかんないよ。1枚なの、ノリモトさんナイス、いいよ。1枚なのじゃん、おい、ビシ。無課金やか、ナイス。さあじゃあね、あと S ランク契約書2枚で丸さんと菅野さん打ち抜いて終わろう、外さんとか打ち抜いて終わろう。小野ちゃん、小野ちゃん頼むよと、ビシエの引いた神引きしたんだから、もう小野ちゃん丸さん引いて終わろう、お願いします、頼む。おえー、藤原くんかっけー、あざす、いいよ、写真かっこいいっすね、あざす、さらそう、いや、松葉